はい、こんにちは。フォトショップエンドです。今日はですね、当社から1週間前に、そうですね。納車して1週間なんですけども、はい、今、車中泊、キャンプとかも流行ってますけどね、車中泊の車をどんどん今から作成するということで、はい、うちの取引先のプレミアムガレージの社長の小原社長です。よろしくお願いします。はい、何やってる会社なんですか？メインは板金塗装、修理。ちょっと思わないこと言ってください。全然思いつかないですけど。はい、そうですね。まあ、あの板金屋さん、はい、板金塗装屋さんで、はい、あの神戸市の西区ね、代表するような大きい会社なんで、また板金塗装の方よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、まだ納車してね1週間です。うちでレンタカーで使ってた、ハイエースなんですけど、1週間でね、はい、どれだけいじられたか、それでこれからどう変わっていくのかっていうのをね、はい、第1弾今回やってますけど、第2弾まで YouTube で上げていきたいと思います。よろしくお願いします。では、はい、行ってみましょう。はい、もう外見はありですね。もうノーマルですね。ノーマル、あ、納車したまんま1週間前のままですね。はい、うちのレンタカーですからね、これ大事な。今は違います。あ、違います。もう終わりますね。今は違います。じゃあ、ここいろいろついてますよ。ちょっと説明してもらって、はい、反対いきますわ。はい、あれなんすか、こんなんついてなかったですよ。これはアルパインのナビですね。ビッグ X の一番でかいですね。はい、よくアルファードとかね、あんなにもついてる大きさですよね。そうですね、一番大きいサイズ。そうですね。で、これもこれもついてなかったんですよ。これそれもアルパインですね。これアルパインのドライブレコーダーも、ドライブレコーダー搭載の、ほう、いわゆるインナーミラーってやつですよね。インナーミラーですね。後ろ髪映ってるやつ。そうです、そうです。はあ、こんなんあるんですね。はい、勝手につけないでくださいね、こんなん。いや、ま、もうこれ僕のなんで。あ、そうです、はい、もちろんレンタカーじゃないんで、はい、もう僕のなんです、うん、ごめんごめん。はい、うん、で、この非常機、この辺からちょっとやらしくなってきますね。これはもう運転手メインで考えて楽に運転できる。開けたらいかん、なんかいやらしいも入ってない。何も入ってないですね。奥さんにも大丈夫ですね。まだ大丈夫です。はい、ここが非常機があって、なんかそこにもついてますね。ここにも一応非常機それいります。それこれが全然違うんで、偉そうにできるだけでしょ。これ意外とこれを使ってみてください全然違います。マジっすか。はい、じゃあちょっと今度貼っておきます。はい、よろしくお願いします。前はこんな感じで。そうですね、前は1週間でえらい変わりましたね、これ。そうですね。勝手なことせんといてくださいね。え、僕のなんで。あ、はい、申し訳ない。ほんじゃあ前はこれぐらいかな。前はそうですね、これぐらい。これなんですか、これ。ちょっと後ろ、ちょっとそっち上げてくださいよ、これ。はい、こんなもついてなかったですよ。これはそうですね、これアルパイン、アルパインのリアモニター、一番大きいやつですね。でかいですね、これ。これ後ろ乗ってる人最高ですね。そうですね、これは後ろメインで。ねえ、これはすごいな。で、あとこれも、これ何なの？これも後ろの人の快適さを求めて。これ何なんですか、これ。これは一応ハイエース専用のセンターテーブル、セカンドテーブル。え、足乗せる？足、そうですね。あ、こういう風に。そうですね。通風の僕に優しいね。そうですね、うん、それを一応考えてつけました。へ、ね、これすごいな。はい、いる？いりますね。いるの？絶対いりますね。これもテーブルですもんね。そうですね。で、ここに携帯置きとかジュース、ストリーホルダー、で、ここになんか雑誌とか。あ、そういうこんなとこにも置ける。いやらしいですね。いやらしい。雑誌で。で、これなんですか、これ。これなんですか。これが一応一番メインで。え、これメインな。これメインです。これは何なんですか。これは一応間接照明って言って、後ろ真っ暗なんで、こう、あの目隠ししてるんで真っ暗になってしまうんで、おうおうおう、一応後ろ、あ、ちょっとでもムード盛り上げようと。そうです。はあ、すごいね、これ。こっからついとるんですね、こっから後ろまで。そうですね。じゃあちょっと後ろをね、見させてもらっていいですか。はい、全然。じゃあ後ろですね。上田さん。いや、これね、ベッドキット最高やね。寝心地最高ですよ。ベッドキット上ですね。使い方間違ってますね。え、ここじゃないですね。そこじゃないですね。そこにも、ここでいいよ。落ち着くで。上かな。上ですね。言うてくれな。いや、出ないよ。全然ちゃうやん。こっちだよ、ベッドキットって。こっちです。そうなんや。これは、2人寝れる？そうですね。この分やったら3人。あ、3人寝れるな、これ。下よりだいぶ広いわ。そうですね。うん。だから2段ベッドにもなるわけよね。まあそういう使い方もあるかもしれないですね。で、4人寝れるね。はい。ああ、これはなんかいいの入れてたよ。いい感じだ。これもなんか収納できるんでしょ？収納できますね。これ収納ちょっとしてみてよ。はい。これ持って帰るね、俺。
関数、これ一番メイン。あ、これ全部外れるや、これ外れて邪魔や、これ外れて邪魔でしょ。おう、これがおお収納されるんや。収納されるとなると、ここは言うたら座れるんやね、こう向かい合って。そうですね、走行中はダメ。ああ、なるほどね。これだ、これね。便利なものあるよね。こういう感じです。なるほど、素晴らしい。これ車中泊できますね、キャンプとか行ったらね。そうです、いい感じですね。ただ小原社長、まだまだこれからやるんでしょ。まだまだ1週間でこれでしょ。だから1週間なんだ次の1週間でまたないか変わってるわけじゃないですね。じゃあ次は大体完成するのってどれぐらいなんですか。完成は1ヶ月、2ヶ月ぐらい。そうです、夏までには。夏までには、はい。じゃあ夏前にまた完成、1週間でこれですからね、夏前に完成したバージョン2の、はい、動画また上げたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ごめんなさいね、忙しい。いやいやいや、もうね、車パンパンなんで。いやいやいや、本当申し訳ないですね。いや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 、いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、なんかね、あるでしょ。何がですか。いつもうちの YouTube 見とったらわかるでしょ。何がですか。奥さんにね、あるでしょ。え、奥さんにメッセージ、メッセージ、こういう時しか言う時ないから。え、何を言うたらいいんですか。奥さんにメッセージ。あ、これ気持ちが全然伝わってない。本気で言うて。大丈夫よ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いつもご視聴していただいているお客さんにですね、オートショップ遠藤から5月1ヶ月限りになりますけども、キャンペーンしたいと思います。ちょっと見てもらっていいですか。通常ですね、ハイエースアルファードクラスのスモーク、こっから後ろ全部ですね、5面になりますかね、が通常ですとね、55,650円のところ、5月注文のお客さんに限り24,900円、税込みでこの金額でいます。はい、これは5月中に、ご注文いただいたお客さん、施工の方は6月7月でも結構です。ただ、1点車持ち込んでいただくのが条件になりますので、よろしくお願いします。持ち込んでいただきましたら台車の方ももちろんサービスで出させていただきますので、よろしくお願いします。あと同時にですね、5月のもう1本キャンペーンありますので、タイヤのキャンペーンあります。それもご紹介させていただきますので、じゃんじゃん問い合わせください。 YouTube での問い合わせでも OK です。よろしくお願いします。